どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト6実況プレイ続きやっていきたいなと思います。まだチャンネルで登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いします。あとですね、この動画に高評価の方も皆さんよろしくお願いします。ということで前回ですね、まあちょっとしたボス戦でいいんでしょうか、あれねあったんですけど、いや死にましてですね、まあ一応まあ勝ちましたけども、このダンジョンね、まあこれ今多分入り口じゃないですか。で多分ラーンの鏡があるわけなんですけど、まあもしこれから先ね、まあ強いボスとか、もし中ボスとか出てきたらやばいんで、まあ一応ね、あの装備アモールの街だっけにちょっと戻ってですね、一回ちょっとね、まあ鉄系の装備と、あと鋼の剣ね、ハッサン、まあハッサンはなんだかんだでこれ攻撃を常にしていく感じの方じゃないですか。なのでまあちょっとハッサンちょっと装備揃えて、あとミレイユもね、鉄の胸当てさっきのところのやつをできたんで、まあまあこんな感じで一旦装備揃えてきました。ということで早速ですね、まあ行ってみようかなと。ここから先この、ね、階段登るの早いよね。敵がねあんま出ないんだよね。これ何があるのかが分かんないんだよね。これ余った、何これ、ちょ待った、バグじゃない、あった、あ宝箱ある、お金買った、200ゴールド。ちょ待って、あのね動かない、これなんかさ、さっきんとこもさ水あったじゃん、水あったからさ、これなんかありそうな気しない、なんか映すのかな。でもここの敵が全く出ないんで、まあ、ここから上がってっていいのかな。さあなんかちょっと外か、ここら辺のなんか違うのかな。あ、なんかちょっと建物がある、あ、こっちは開いてる、ね、いつもだったらこれちょっと動かせれるじゃん、ほらぐるぐるって、動かせられないんだよね、ほら。そろそろ敵が出てきそうな気がする、ほら出てきた、出てきた。さあ敵の強さは言霊使い、沈黙の棺、これは沈黙の棺はもともといたじゃん。28、18、ミレイユ、ハッサン33、ハッサンをね奮発して頑張ってね、鋼の剣買ったよハッサンはね多分常に攻撃アリーナタイプだと思うんだよね。さあどっちだ、そして前に行こう、あれ左にもあったよね、でもあそこ鍵、あしまった、先に見てくればよかったな。まあいや敵もちょっとね MP をちょっとね節約していかないと、だって入り口のあれであんだけ強かったんだぜ、絶対バケモンみたいじゃん、絶対強いだろこれ、これやばくねこれ、絶対やばいよね。行きます、階段上がりました、あ関係ない、いけない、俺いけない、なんだろうここな、変わってるね、カメラも回せないし。さあ来ました、結構高っ、あー綺麗、右の画面の右下の方が、まあ、DS の上画面なんですけど、いつも言ってるんですけど、なんか綺麗だね、なんだろうこれ、うん、下にもあった宝箱、さあ力の種を手に入れた、まだね分かんないんだよね、仲間がどれぐらいあるのかが分からないんだよね。さあ来ました、であいつがあったね、シャドウね、これいや逃げてもいいかな、逃げてもよくねMP 使ってまで倒すんだったら俺逃げた方がよくね、あいつ、まあ、53、うーん、まあどうだろう、こっちでいいのかな、あさっきんとこだね、上上がる、いやこれちょっと待った1個、ちょっと待った、今階段もう1個あったよね、でもねほら水がちょいちょいあるじゃん、これなんだろう、ラーの鏡を水に、水なんか水がちょっと関係しそうな気がする。そう、こういうこと言ってるときは大概外れるよね外れるんかい外れる、だから外れっからね俺の妄想トーク、大概外れっからね外れるんだけど、結果最後はちゃんとゴールには繋がってるっていう、まあまあまあ、あ、なんか上になんかある、また鏡がある、あ、なんかいる、私が見えるの、あ、あ、これだよ、あのばあちゃんが言ったやつだ、ばあちゃんが、私の姿見える人、
みんな、みんな、え、見えないみたいで、話しかけても返事もなくて、ほんと寂しかったわ。鏡にも私映らないの嫌になっちゃう。え、なんだっけ、ばあちゃんがほらくれてたじゃん、なんか。でも人の噂ぐらいは聞けたから、この塔のことでラーの鏡のことを知ったんだ。ラーの鏡なら私映るかもしれないって。それでここまで来たけど、この子ややこしいで、もう嫌って感じよねって。でも私、あなたたちに会えてよかったわ。上まで行くつもりでしょ、私もついていこうって。強引な、どうする、青さん。まあいいんじゃね。でもモブっぽくないね、ちょっと。置き去りにできないわ、とにかくついていきましょう。あ、連れていきましょうか。あ、大事なことを聞き忘れたわ。私が見たとか、あなたたちも私たち同じなんじゃない。そうそうそう、教えて。じゃあ、いや、ばあちゃん、ばあちゃんの、あの袋に持ってんのから、かけてあげる。あ、そうそう、これ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 。少女だってちっちゃいのかな。強く念じながら夢見の雫を想像に。あ、待った、これもしかしてあれか、普通、あ、普通に、あ、仲間が来るってことか。あー、仲間だ。モブっぽくない。今何だ、私だから透明じゃなくなったわよ。私わざわざ鏡なんか探しのこともくてよかった。いやいやいや、探しに来たから会えたんや。会えたんや。でもまあいいか、おかげであなたたちに会えたわけだし。バーバラっていうの、バーバラ覚えているのはそれだけ。どうしてこんな、やっぱ一緒なのかみんな。ごめん、バーバラ、やっぱシックスは分からんね。名前聞いてもピンとこないもんだって。ほんと寂しかったよ。せっかくだからあなたと一緒にランの鏡を見ていくねって。さあ行きましょう。あれ、戦闘が変わった、変わってねえか。映ってる映ってる。さあということで、4人目の仲間も結局上から多分落ちてきた。あれ、違う、いない。あれあれ、仲間じゃないのかな。いや違う、待った。いやでもミレイユの時も、ちょ待って、ミレイユ、みんな点々で喋れよ。なんで仲間増えたのに誰も喋んないんだけど。人見知りかお前ら。人見知りを噛んだ今。大事なツッコミを噛んでしもた。あれ、ない。あ、ここに階段がある。ちょっと待って、なんかレバーがある。ちょっと待った、いや、レバー見えたでしょ、ちょっと待って。こっち何もない。ついてくる、少女って言ってか、ちょっと小さいのかね。さあ、悪魔の、いやー、なんかこれ魔法を跳ね返すのかな。いった、いける。魔法は弾きそうじゃない ?OK、26。光放った。かわした。なんだ?あの、バーバラって仲間入ってこないんだけど。終わったら仲間になるのかな。キーキャラだったらもう入ってくるよね多分ね。違うや、青さん本当シックスだけはもうピンとも来ないな。シックスだけは分かんねえ。他はこっちか、いいのか。下は行けなくて、これなんかギミックなのかな、この塔自体が。そういうことなのか。あ、ごめん、シャドウが行っちゃった。ボン。これ逃げた方がいいな。あ、鋼、いやー、まったい、やめて、ちょっと。ちょっとハッサンでも攻撃できるからね、シャドウ、オッケー。ちょっと MP 温存しよう。ボスがいる可能性が高い。いやでもどうだろう、ドラケー5の時にこんなこと思ってて、確かあのなんだっけ、ラーの鏡のところ、あれボスいなかったよね。ハッサンを倒せる。ハッサンレベル、あれ、ハッサン10いくの、なんだろう、鋼の剣だからかな。鋼の剣にそんな特殊な効果ないよね。作戦満タン。 MP がいいね。 MP が2しか減らないから、ホイミで。なんだ、開いた、あ、あっちが開いたってことはもう行かんでいいってことか。待って、ちょ待った、でも階段もう一個あんだよね。さあ、あ、なんだあれ、ビリ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 ってなんかなってる。
なんでしたろあれ。うわーなんだこれ。なんだこれ。あ。なんだこれ、なんか意味があんのか。普通に壊してしまったんやけど。あ、あった。そうすると逆のところにもなんかあったね。なんかいい感じ、こう謎解きがあるところの。あ、またスライムでもないんだもんね。これまた外せばあるのかな。あ、なくなった。あ、鏡に映らなくなったからってこと。今鏡の外に出したからってこと。それとあの魔法陣みたいなところ、どっちだろう。これさ、ちょっとさ、ギミックがこうやってあるところのダンジョンにさ、これエンカウントがバランス取れててさ、全然出てこないでしょ。これすごくいい、これすごくいい。あ、落ちてもうた。もう死んでるだろ普通死んどるわ。でこれこっちでいいのかな。ここなんだろうね、ここね。さあこれでいいのかな。はい、敵も出るけど同じパティーン。いや、階段がもう一個あるね、多分ね。奥に階段が、あ、玉ねぎマンなんていなかったよね。さ、あっちにいなかったよね。新たな敵、玉ねぎマンが現れた。12 37 1 23。これどう、どっちか、やっぱこっちあるよねやっぱりあるよね。まあ いや、今んところ敵が強くないから、まあ MP が。ただこのシャドウもね、まあ8さんで攻撃してくれればどうにか勝てるかな。1 13。あ、 OK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 。 何だろう、攻撃力が強いでか。あ、忘れた、 MP がさ、8さんに MP が生まれたんだけど、8さん何なんか覚えたっけ。何だろうね。さあ一緒だあれ、右の方の塔のと同じだね、この感じね。なんだ、一緒かい。ってことはまたなんかさっきの丸いやつ割るのかな。でこっち行って下って、あ、同じじゃん。素早さの種を手に入れた。ちょっと同じ臭いな。で待ってね、どっちだね、さっきのとこだよね普通に。さあなんかそろそろボス、いや悪魔の鏡、ここ今日強かったな。ドン。いやホイミが2っていいね。ベホイミがどれ4ぐらいかな。いや良心的に3とかじゃね。3はないか。ちょっとね仲間、いやこのバーバラって子がちょっとわかんないんだよね本当に。あと酒場があったから仲間を入れ替えができるのかどうなのか。なんか、あ、バーバラって、あ、バーバラじゃない、ミレイユってあんな感じなんだ。天女みたいなんだね。やばい、キャド来た、キャド来た、キャド。こいつは、あ、鏡で映すのか。ドラケーファイムになんかいたよね、あのヘドロみたいなやつ。あれヘドロだったっけな。硬い。2 27。 OK、 よーし来た。まあお金がここ終わったら溜まってんじゃないかな。まだ解体なんだよね。鋼の剣2本欲しかったの。まあ、ボス戦でやるときに、やっぱちょっとブーメランじゃっていうのあるから、この水なんか関係あると思うけど、全然関係ないね、今んとこね。シャドウが現れた。特技。あ、これか。お、でも MP 関係ないんで、飛び捨て身。これな、捨て身って。捨て身で攻撃だから攻撃力ちょっと強くなるのかな。 OK 行こう。シャドウいらんね、いいね。 OK、 何を言った。キアリー、ホイ、マヌーサ、スカラ、スクルトが欲しい、スクルトが欲しいな。お、22だ。倍ぐらいダメージ入ったね。倍キルト、まあ、倍キルトないことはないよね。ないことは絶対ないよね。さあ今度こっち行って、なんだ、また弾、なんか黒いの見えない、見えないか。あれ弾がない。この黒いの何これ。あ、
鏡、今違うよね、なんかよくみんな見えないか見えないか、鏡の横になんか黒いの映ってんだよね、映ってなかった、模様か、床の模様か、かわした、もう早く終わってほしいんですけどこの人特技でヒャドにしよう、オッケー、ヒャド、ヒャド、ヒャドあれかな、これ跳ね返してきそうじゃね、跳ね返さない、跳ね返さないわ、もうシャツやめて、なんでミレイユにするんだろう、なんでミレイユなの、ちょっとあの青さんの全体図見たいね、あの守備力増えた、1ハッサン与えられない、待った、もうヒャドしかなくね、ねえそうだよね自分の似てるやつを自分で殺すってなんかちょっと嫌な嫌な気分だな、何にもない、何にもない、待った、あった、なんか階段が見える、あれ今の階段なかった、あそれいいよ、待った、下になんかあるか、なんか今鏡のとこに階段が見えたよ、あったよね、ちょっとおしゃれだね、ラーの鏡だから鏡のダンジョンなんだけど、ちょっとおしゃれじゃない、なんかおしゃれ、おシャンティーな感じ、なんかちょっと作った人のセンスを感じるわ私、でもそれ俺思わない、でもちょファミコン版がどうなったのか知らないけど、やっぱヒャドはダメだな、 MP ちょっと消費が激しい、お願いハッサンお願い、息の出止めて、よし OK、そこに階段があるんだけど呪文で、ちょ待って一回満タンしよう、やばいな MP だいぶなくなってきたな、階段が見えるけども、あ何もない、これまたいいとこで出るよね、え逃げさせてくれ、よし OKOK、 これどうすんだこれ、ああった、なんか動いた、足元調べた、おー、これさ、このゲームさ、わかんないかもしれないけどさ、なんか階段とこの近くに行くとキュッて勝手に登ってくれんだよね、まあ、勝手に登ってくれるって言ったらちょっとなんか言葉変だけど、さあ、あった、これまた一緒か、来ました、閉じた、あれ閉じましたよ、閉じちゃまずくね、いやちょわかんないけど、いいのか、まあまあいいや、でもってこれここでほらほらほら横から上上げると勝手ピュッて登ってくる、これさっき、あまた一緒か、あったぷよぷよがあった、ぷよぷよが、ぷよぷよは鏡の外出ると嫌がんだよ、あーなんかそうか、あさっきじゃ見えなかったけど要はそれが浮かんでんのか、4つで浮かぶんだったら、いやよ、あ1個で浮かんでるんだったら4ついらなくね、いやほんとそうでしょ、このいらなくでビラ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 っていうやつがやめろいじり岡田かお前ビラビラビラって、あのビラビラビラってしてるやつ、そこのビラビラ言ってるやついらなくね、どうなんだこれ、あーなんかちょっとかっこいい、見て右下見といて、上から落ちてきた、あね真ん中に、なるほどあそこがそれなのか、にゃるほど、あ上もまだある、あ落ちるのか、でここで落ちんのか、はい落ちます、落ちます、もう即死だわ即死だわ即死だわ、あまあ、あれはいいのか、あれ後ろってなんかどっか来たっけ、後ろから、後ろから来たのか、そっかそっか、ごめんごめん、さあ来たま、待った、こいつ悪いものってないよね、あったわ、これがラーの鏡よね、なすごい思った以上に綺麗だわ、さてとラーの鏡見たことで私はこれで、なんでと思ったけど私これからどうしたらいいのか、あびっくりした、魔物か思ったわ、今のま、なんか戦闘始まると思ったわ一瞬、うわーって思ったわ、見たところあなたたち悪い人じゃなさそうよね、はい、しばらくあなたたちついていくことにするわ、いいでしょ、ずいぶんと強引なやつだな、まあ俺も人のことは言えないけどな、もう連れていくしかないよね、
娘さんだもんね。まあ、男だったらちょっとむさい連れて行きましょう、可愛い女の子。そう、こま来なくっちゃね。今日から私も仲間よ。お、マジで。さあ、仲間でした。ごめんなさい、ごめんなさい、全国のバーバラファンの皆様バーバラファンがいるかもしれないですけど、ちょっと魔物かなって思ってたんですよ仲間にならないからこいつ襲ってくるんじゃねえぐらいな思ってたんですけど、すいませんでした、いい子でした悪かったのは僕の心でした、すいませんでした。さあ、目の前を調べた。ラーの鏡を見つけた。さあ、やったなおさん、レイト効果言ったのはこの鏡に間違いないぜ。どっちって、もちろんあっちの世界のレイドっ子に決まってるだろう。あ、そうか、確かにこっちの世界も眠ったままの気になるけど、もともと俺たちがいた世界のレイドっ子がラム鏡を頼まれたんだからなってことで、あ、なんだ、俺こっちの世界行けって言われるのかなと思ったけど、こっちじゃなかったね。さあ、ということでラーの鏡ゲットでございます。じゃあどうしようか。さあ、バーバラ、ちょっと待って、お、バーバラこれ戦う、お、やっぱ4人だ。バーバラレベル低っ低っ。これ何使う、ムチタイプか。あ、違う、待って、あ、バーバラ MP バカなってるじゃん。じゃあバカだ。いや、 MP すげえ。なんだ、何を使ってんだ。何タイプでしょうか。炎系と見た。覚えてないよね。ちょっと外出てみよう。で、呪文で、リレミと。あ、出れました。グワングワン言うてる、グワングワン。さあ、でもってこっちはもう行っても仕方ないのか。ってことはどうやって帰るんだっけ。まあ、ちょっと待って、攻撃で特技ね、バーバラメラ、ほ、やっぱメラ系だ。マスタング大佐タイプだわマスタングさんや。ルカに守備力下げる。よっしゃ、これでやった、やっとルカに来たわ。あ、ルカにが来たっていうか、まあ青さん使えんだけど、青さんこれでやっと攻撃に専念できるのに。ダリホマヌーサメラ、さあ見ましょう。初メラです、お願いします。初メラどんなエフェクトなんだろう。どんな感じ、弾やな普通の弾か。あ、でも強、あ、いや強くなかったか。レベル2か。え、これ以上増えるよね。でもだ、じゃなかったら、だってあの居酒屋じゃないわ、あれないもんね。どうなんだろう、まあいいや。あ、でもレベル2でもレベル上がんないぞ。やっぱね、モブじゃなかったね。モブはやっぱちょっとモブっぽいもんね、顔がねモブっぽい顔ってなんだよ。さあ、どうしたらいいんだろう、どうやって帰ったらいいんだっけ。井戸で帰んのか。井戸ってどこの井戸で帰るんだっけ。あ、レイドックの井戸もやってねえね、まだね。さあ、上の世界のレイドック行きましょう。あ、上の世界言ってるね。渡すんだね、みんな言ってるね。ダーマ神殿跡の井戸、あー、ありがとうございます。あ、出した、ハッサンさん、ありがとうございましたありがとうございました。ハサンが教えてくれました。そうそう、思い出した思い出した、知ってたわこんなの。教えられなくてもすぐ思いついたわ、ちょっと忘れてた。井戸だ、井戸、井戸じゃないと戻れないのよね。これ何なの、この井戸縛りは一体なんか意味あるのかね。このラーの鏡を置くことによってないか。それはどっちだったっけ、右かな、右の下だったっけな。これなんでこんな崩壊してんの、ここどこだったっけ。これ、あったあったあった、覗き込んだ、行きました行きました。さあ、戻ってきた。すごいよね、これがちょっとかっこいいよすぎんだよね、かっこよすぎんだよね。この下の世界がちょっとこう、ちょっと別に動いてる感じがなんかこう。で、ここから呪文でルーラ、どこだっけ、レイドックか、レイドック、レイドッグ。あ、待った、ちょっと待って、ばあちゃんに、ばあちゃん知らせてこようか。ばあちゃんマルシェだったっけ、あの人、じゃあマルシェじゃないかよ、誰だったっけ、あそこのばあちゃん。あ、ばあちゃんどこだ、ばあちゃんって下だったっけ、上だったっけ。あ、下か、ばあちゃん。あ、いや、まあばあちゃんいいや、間違えちゃったばあちゃん見っけたぜって、ラーの鏡見っけたぜって言いに行こうと思ったけど、まあまあいいや。こっちも最初のとこだよね、ファイトでルーラ、こっちもあるんだもんね。
だから下の世界のライフゴッドってあるじゃん。あれちょっと楽しみで仕方ないよね。なんかありそうじゃない？なあ、ありそうじゃね。さあ行こう。眠らずの王に。さあ戻ってきた。こっちは大丈夫ね。ん？騒ぎなの。お主たちは。してどうだった？はい。王の元へ行きましょう。ちょっと話変わってんのかな。ちょっと話変わってる？変わってはないか。鏡など無道だった。無道ね。みんな間違えないで。無道だとあの小田さんの方になるか。あんたそのネタ好きよね。無道だからね。魔王無道だからね。分かった。無道。しつけえわ。長く首を長くして待っていたぞ。オッケー。これこのまま行った。じゃあこっちじゃなかったんだ。こっちだったっけ。ほいっと。まさか青さんとハッサンでは。そうか。いや、とにかく無事でよかった。心配したぞ。どっちからだった。こっちからだったっけ。このさ、この行き方さ、あれだよね。グランバニアがこんな感じだったよね。一旦こう入ってから2階に行ってからっていう感じだったよね。さあ来ました。ソルディ、うわ、ハッサン、それに青さんではないか。そう、来ましたよ。ラーの鏡持ってきました。でかしたハッサン。さあ忙しくなるぞ。忙しくなるぞって言うんだからね。なんかそういうネタなかったっけ。はい、行こう行こう。よし。さあ王様来たよ。来た。待って、オッケー。照れてるのか。なんかお前って照れてるのよ。すげえ、なんか照れてるのかって言われちゃったんだけど。この大臣、お前、いやたまげたわい。こいつはこっちの世界は問題ないのか。もう増えとるなって思わないのかな。あれっつって、あれ2人だったのに増えてるやないかみたいな。さあ今しがた報告を受けた。ついに君たちがランの鏡を私の元に持ち帰ってくれたそうだな。さあ来ましたよ。でも下の方って、いや寝てて王冠かぶってたか分かんないけど、なんか下の方の方が年取ったように見えたけどな。ランの鏡、心して礼を言うぞ。あれば魔王無道の正体を暴き、戦いの決着がつけられるはず。私はそのために作戦を立てようと思う。ついて青さん、君たちに参加してもらいたい。お、今晩2時に兵士部屋で待機してほしい。さらなる活躍を期待するぞ。ゆっくりと休むよう解散。え、なんかちょっとここで魔王戦でも来んのかい。ここで。そして夜が更けた。もうちょっと怖い。錬成陣みたいなもん。違うか、テーブルがあるか。ちょっと怖いんだけど。さあ、ずいぶん待たせてくれるな。もうすっかり夜だぜ。こんなところじっとりしてたら体が、いや、なんか嫌な予感がする。来た？あ、来た。よかった。違う。ちょっと上に、もうほら、なんですぐやらんの？いや、もうなんで？ちょっと言っていかないとかわいそうじゃん。このコックラ寝てんのかい。心配して損したわ。ちょっとこれ出れないのか。いや、なんだよ。だからすぐ作戦をしなかったから。いや、オッケー、問題ないわ。一体どうされたのです。それともお声が出なくなったのか。レイドッコ一体どうした。一体どういうことなのだ。お気を確かに。なんだ。王様がここに来て、王様が、ちょっとどけ、ソルディどけ。来てくれた王様、見ての通りなのだ。ラーの鏡なのであろう。いや、もうラー、何、そう、どういうこと。いや、そうでしょう。覗き込んだのこのようなことに。一体冷凍庫に恩美に何が起こってしまったのか。なんだ、私はどういうこと。違う、私はレイドック…うわ、魔物になるのか。鏡だ。これはどうしたことか。鏡があのように光って、レイドックを、なんだ。なんと女性のお姿に。これはいかん。とにかくベッドに。どういうこと。女になったぞ。一体何が起こったのか。このことは秘密にされたまま、そして夜が明けた。よう分からん。なんで
魔物になるんだったらわかるけど、なんで女の人になるの？あ、ちょっと待った。あれ、下の世界でさ、王様と寝てった人、奥さんってこんな感じだった？いや、覚えてない。どんなフォルムだったか覚えてない。どう、何がどうなったの？喋れんのかな？これが私の本当の姿。私はレイド校ではありません。シエラ？なんだ？お前違ったんか？誰や？どこかで聞いた。お、あの大臣ちょっと優秀だぞ。頭ハゲ散らかしとるけど。いや、頭関係ない。すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。今、そんなことより、レッドゴック王のことを。わかった。では、お聞き申す。あなたが王でないなら、この国の王は一体、王などいなかったと思う。どういうこと？本当のレイドか、ムドウという、ムドウのところにいるんだって。誰？シエラって誰よ？奥さんの名前、いや、奥さんの名前、下で出てこなかったよね。私もそう思います。その子は大体そんなことがなぜあなたが知ってるのです？どうしてかは知りません。ただ私には分かるのです。おそらくラーの鏡によって現実の世界でかつて起きたことが見えたのかもしれません。兵士長に分かっていただくのは難しいでしょうが、私を信じてくれますね、トム。え、トムと言いましたね。しかし私にはソルディと歴史とした。そうだよね、そうなんだ。下のさ、兵長ってトムだったんだよね。で、上だとソルディなんだよね。はい、青さんです。たしくましくなってムドのとこに行きました。これやっぱお母さんなのかな。それは全てがはっきりするはずです。なぜこの国の世界で霊族王になっていたのかも分かることでしょう。全部知ってるのか。飛び起きたで、おい。飛び起き、元気、めちゃめちゃ元気だったな。さあ行きましょう。5人パーティーになった。王の子だ、とりあえず。いやー、ムドを撃つんだって。子供の日、真相の報告を、首を長くして待っているぞ。子供の真相の首を長くして待っているぞって、なんかこのタイミング、こんだけ大変な時に長くして待ってるぞっておかしくね。いや、おかしくはないか。いや、おかしくはないのか。その女性に何やら逆らえの頃の威厳を感じる。これ奥さんなんじゃない？ここよりはるか、いやー、ムドウのところまで行きましょう。険しい山を、いや、南に行くのか。関所を越えてはるか東だって。なるほど、関所を越えてください。だって東、まず東からか。これ外出た時に、あれ、あのシエラさん、あの格好のまま行くんかい？もう山越えれるんかい？あの格好で山越えれるんかい？いきなり、な、序盤じゃないよね。もう魔王無道言ってるけど。さあ、話は聞いてず頑張ってこいよ。なんだなんだなんだ、 いる今のムービーイベントシーンみたいな、いる？いります。さあ、ということで、いや、な、書いてある。さあ、ということでですね、まあ、今回は無事ラーの鏡を取りまして、なんかレイドック王がね、お母さん、いや、下の世界で寝てた人、まあ見に行きゃすぐ分かるんだろうけどね。でもこのままお母さん下に連れてったら、お母さん C6 なんのかね。これいけんのかな。まあいいや、ということで、今回はこれで終わりたいなと思います。で、一応なんか無道のとこに行くのかな、分からないですけど、ちょっとここら辺でもうちょっと話してから次もですね、進めていきたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方、皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。